次は僕です。僕にとって忘れられないエールは高校時代応援してくれた仲間たちです。冬のスポーツですし、寒い時期でも上半身裸になるぐらい熱い応援をしてくれて、応援してくれたのがすごく心に残ってます。それがあったんですが、僕たちはベスト8とかで負けてしまって、最後は本当みんなで喜べなかったっていう悔しい思いもあるので、その応援を背負ってこれからも頑張りたいですし、日本代表も応援してほしいなと思ってます。みんなの応援が力になります。ワランチーム大作戦。